あらかた片付いたな。キリュウさん、ナイス采配っす。てめえら、俺らに手出してタダで済むと思ってんのか。ジャスティスを知らねえわけじゃねえよな。何千もの兵隊がいるんだ。勝てる相手じゃねえんだぞ。こっちは上から直々に命令されてんだ。てめえらぶっ潰さねえとやべえんだよ。あんまりこういう物騒なもん使いたくねえんだけど、仕方ねえよな。 Okay, this is probably good to fight you now. 加勢するぜ。でも俺も体がなまってんだ。少しは運動させろ。そう、yeah. 女を人質に取るような奴は気に食わねえんだ。ジャスティスなめんじゃねえぞ。てめえら死にさらせ。Yeah, just do that. Truly. これでもう後戻りはできねえな。俺は決めたよ。ジャスティスを倒す。そしてレインメーカー、岡田の目を覚まさせる。俺はレインメーカー、岡田と親友だったんだ。カムロ町で毎日一緒につるんで遊んでいた。だがカムロ町には当時カラーズって呼ばれてる若いギャングレッジがいっぱいいてね。ブラッディアイとかブルーゼットとか、そいつらをまとめた総称がカラーズなんだ。当時カムロ町はカラーズが幅を利かせていて、それに属さない奴らが勝手できる場所じゃなかった。奴らはカラーズ入りしない俺たちが目障りみたいでね。目の敵にされて仲間を襲ったり脅して無理やりカラーズ入りさせたりし始めた。俺と岡田はそんなカラーズの連中が許せなかった。だからそいつらに対抗する組織を作ろうと思った。それがジャスティスってわけさ。まあ今となってはその時のカラーズみたいなクソギャングもどきになっちゃってるけどね。ギャングを潰す集団がギャングになっちまったってわけか。皮肉なもんだな。で、これからどうするんすか。ジャスティス潰しに行きますか。こいつらに手出した以上、カムロ町のジャスティスは黙っちゃいない。多分次は六教人が出てくる。Ooh, the six lunatics. なんだそれは。ジャスティスの幹部たちだよ。ジャスティスをもっと強い組織にするために岡田が腕を買って集めた連中さ。そいつらが入ってジャスティスのギャング化はもう歯止めが効かなくなった。俺の見立てじゃ多分その一人一人がキリュウさんと同じくらい喧嘩慣れしてる。え、キリュウさんと同じって。そんな六教人。今はね、キリュウさんEngage. 六教人の皆さん、お揃いですね。今日はちょっとした問題が起きまして。なんだよ問題ってのは。俺は忙しいんだよ。さっさとしてくれよ。メンバーが札にパクられたとか、どうせそんな話だろ。おいおい、そんな理由で集めてたとしたらぶっ飛ばすぞ。ごめん、女王の剣だな。え、なぜそれを。お前が独断でメンバーに情を負わせていると聞いた。おいおい孔明、何勝手なことやってんだ。岡田は情をほっとけと言ったはずだ。その命令を無視したってことか。まあまあまあ、別にいいんじゃねえか。組織から足を抜けるにはそれなりの代償がつきもんだ。それはジョーがジャスティスの創設メンバーだからって例外じゃねえ。ジャスティスは一応巨大組織だ。締めるとこは締めねえと下に示しがつかねえだろ。まあ確かにな。でちょっとした問題が起きたってのは何だ。
結論から言うと、ジョーがうちが送り込んだ部隊を返り討ちにしました。何？ジョーはうちを抜けた後、故郷の尾道に向かったんですが、どうもそこで地元の仲間たちがジョーの助けに入ったようで。ちょっとした問題じゃないな、孔明。大失態だ。ジャスティスの看板に泥を塗りやがってよ。申し訳ない。矢野。あ？これは軍資金だ。すまないが、尾道へ行ってくれ。なんだよ、また俺か。まあいいけどよ。その代わり、余った金は俺の財布に入れさせてもらうからな。勝手にしろ。ただし、六強人として当然失敗は許されない。しくじって帰ってきやがったら、たっぷりお仕置きしやるからな。いや、しくじったら帰ってくる席なんかねえぞ。それがジャスティスのルールだろ。分かってんだよ、うるせえな。くだらねえ心配すんなよ、バカ野郎。さーて、じゃあ荷造りでもするかね。旅行ガイドも買っとくか。やってくれたな、ジョー。おめえ、ランギョ。新しいチームを結成する？ああ、ジャスティスはきっと六強人を俺たちの元に仕向けてくるに違いねえ。あいつらに対抗するには、うちもそれなりの人数を集めてチームを作る必要がある。よし、ジョーさんをリーダーにした新チーム、ジャスティスよりでかいチームにしましょう。いや、リーダーは俺じゃない。え、じゃあ誰が？キリュウさん、俺たちのリーダーになってもらえないか。俺が？ああ、ジャスティスはでかいチームだ。対抗するにはうちもでかい組織にする必要がある。だが俺は管理とか人を束ねるとかが大の苦手でね。そんな俺が、少なくとも今の俺が上に立ってもチームはまとまらねえと思うんだ。ジャスティスに勝つには桐生さんの力がどうしても必要なんだ。頼む、力を貸してくれ。お前の気持ちは分かった。だが俺には他にやることがある。俺、男としてけじめをつけたいんだ。岡田の目を覚まさせたい。あいつは俺の大切な親友なんだ。道を外しちまったあいつを放っておけないんだよ。道を外した親友か。わかったよ、協力してやる。だから頭を上げろ。桐生さん、ありがとう。改めてよろしく、よろしくお願いします。あ、ところでチーム名は何にしましょうかね。ジャスティスみたいな英語っぽいのがいいですかね。チーム名？チームを作るんだから、まずはチーム名を決めるのが普通でしょ。クールな感じがいいですね。ジャスティスみたいな英語っぽいのがいいですかね。そうだな。いや、そこはリーダーに決めてもらおう。俺が？はい、キリュウさんがリーダーだから、それが分かる感じだとなおいいかもな。頭文字の K を取って K2016 とか、キリュウ維新軍。ちょっと古臭いな。俺の名前が入ってるチーム名、キリュウ会なんてどうだ。キリュウ会？ Hey, it works。なんだなんだ、組織といったら大体組とか会とかだろ。まあまあ、そりゃそうっすけど、なんかヤクザみたいだな。いや、いいんじゃないか。リーダーが決めたことだ。桐生会をここに結成しましょう。絶対にジャスティスを倒す。そして俺たちのホームである尾道や仲間たちを守って、岡田の目を覚まさせる。しゃあ、やってやるぜ。やれ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 。リーダーになるのは分かったが、具体的に俺は何をすればいいんだ。キリュウさんにはこの前の時みたいに戦いの時に采配を振るってほしいんです。それとキリュウ会をうまくまとめてほしい。うまくまとめる？はい、今はまだそんなにメンバーいないけど、
これからどんどん増えていくと思います。そうなるとただでさえ若い連中の寄せ集めだし、統率が取れなくなるっしょ。桐生さんには年の子を生かしていい感じにチームを組織としてまとめてほしいんだ。おいおい、丸投げもいいとこだな。多分俺の所属していた組織と似た感じの構成になっちまうぞ。それでもいいのか？ええ、何でもいいっすよ。っていうか、桐生さん、どんな会社に勤めてたんすか？いや、くぞ。それは企業秘密だ。ほう。まあいいや。じゃあ、そんな感じで桐生さんの会社風にお願いします。出撃やチームの編成をしたいときには、俺に声をかけてください。Alright. Kiryu さん。Alright, Sachiko. この前は助けていただいて、ありがとうございました。気にするな。無事でよかったな。はい。あの、うちの兄たちが無理やり巻き込んでしまったみたいで、すみません。ああ、まあ仕方ない。引き受けちまった以上、なんとかするさ。だが、若い連中のチーム束ねるなんて初めてだからな。まずは仲間をどう増やすか。ああ、それならマスターが詳しいかも。マスターは昔ワルだった時に大きなチームのリーダーだったんですよ。ほう、経験者かね、マスター。サチコ、お前まで人聞きの悪いことを。営業妨害で訴えるぞ。ったく、キリュウさんがチームに仲間を増やしたいけどどうしたらいいかって。仲間？そんなの簡単よ。ガツンと一発殴っちまえばいいんだ。殴る？ええ、この辺には生きがっている若い連中ってのがちらほらいるんですよ。田舎の悪いところでね。そいつらは自分が最強だと思い込んで強いやつと戦いたがってる。だから桐生さんがバーンとそいつら叩きのめして強さを示せば、きっとホイホイついてきますよ。それはちょっとヤバすぎるんじゃ。桐生さん、喧嘩めちゃくちゃ強いでしょ。ある程度喧嘩慣れしてれば戦わなくてもわかる。戦いに飢えてる連中であんたを見て血が騒がない奴はいませんよ。そうか、自分では分からんが。そうですって。現に俺もちょっとね。マスターやめてくださいよ。冗談だって。ま、試してみるといいですよ。町をぶらついてりゃ出くわすと思いますから。分かった。Time for my meeting with Kiyomi. We're supposed to be at the top of the rope place. Irashi. ありがとうよ。
I'm still physically exhausted. Be forever exhausted is my curse. かしこ、それでは出発いたします。イエイ。どこ行ったんじゃろうか。じーっと目を離した隙にうちの子がおらんようになって、どこ行ったんじゃろうか。うちの電話番号を教えるけ、もし見かけたら教えてください。Okay. 分かった。任せろ。もしもし。お。もしもし。あ、お疲れ様です。はい。はい。はい。わ、ちょっとやばいって。嘘、嫌だ、そんな。おい、大丈夫か。あ、いけてる。God damn it, I'm hurt.I don't like that pose. I don't like reference poses, thank you. 何があった？おい、動けるか？俺は大丈夫だから、彼女を。ん？彼女？私もなんとか大丈夫。どうなってる？あれ？なんで私がそこに？なんだこれ？目の前に俺がいる？どうなってるの？俺、夢でも見てんのか？何が起きてる？お嬢様！お嬢様！つまり、階段から転げ落ちたショックで、お前らは人格が入れ替わった。多分そうみたいなんです。俺らだってわけわかんねんだよ。お前が画像で、そっちの男の中身が今はカズンか。名前まで紛らわしいな。そう、そんなバカなことがありえない。落ち着きなさい、村中。不良が気安く私を呼ぶな。いいのか、そんな口聞いて。そいつはあんたが使えるお嬢様なんだぜ。お嬢様、おふざけおやめください。とにかくまずは怪我の確認を。大丈夫だって、怪我はしてねえよ。それにただの怪我なんて今大した問題じゃねえだろ。あんたは桐生さんだったっけ。悪いけど今起きてること町で言いふらさないでな。どうせ誰も信じちゃくれないだろうけど。和夫君、なんでそんなに余裕なの。私たちとんでもないことになってるんだよ。見えすいた芝居を。お嬢様、とにかくここは一度お帰りいただきます。
わかったよ。じゃあ、カズミも一緒に。なりません。Absolutely not。でも村中。前から申してます通り、いかなる理由でもこんな不良を屋敷には入れられません。頭の固い執事だね。けどどうせすぐに考え直すことになる。俺たちが元に戻るにはせめて二人一緒でなきゃ直しようがないんだから。さあ、妙な真似はもう結構ですから行きますよ、お嬢様。カズミ、大丈夫だ。すぐに迎え起こすからな。So I have to find the lost child. Yo, Kazuo だったな。いや、今はカズミか。ええ。大丈夫か？なんか、複雑な状況みたいだったが。複雑なんてもんじゃないですよ。私、このままずっとカズオ君の体なのかな？おい、参ったな。参ったな。泣いたってどうにもならねえだろう。Damn it! I just wrong option. 男の体もそう悪いもんじゃねえぞ。You piss standing up now. 試しに立ちションでもしてみる。You piss while standing. I don't think I piss while standing, guys. Oh wait, I don't have a zipper. いや、それより何とかして。元に戻る方法を見つけたいよな。Life sucks for me. I don't wear these zippers. 俺に何かできることがありゃ。Zip jackets. お前まさか。どう階段落ちたってさ、人間中身なんか入れ替わんねえって。それじゃああれは。全部芝居だったわけか。まあね、あんたの言う通り。キリュウさんだったよな。あんたを巻き込んじまったのは悪かったけど、実はこっちもちょっと訳ありだったんだよ。どんなわけだ。俺と入れ替わったって言ってた女の子、カズミはあの岩見一族のお嬢様の一人でね。岩見だと？ああ、本家ではないけど、かなり本家筋に近い。つまり本物の金持ちってやつさ。ああ。こんな俺とカズミが付き合ってるなんて、誰も信じちゃくれない。そうだろうな。I see。カズミは家柄や血筋がいい割にまともな子でさ。人の生まれとかよりちゃんと中身を見てくれる。You're not what I am。要するに、俺もあいつもマジなんだよ。I have no clue this guy is. Please don't try and ruin my life because of it. けど、周りの人間、特にあの村中って執事は、俺たちを必死に引き離そうとしている。彼女の親を説得して、海外留学を進めてるんだ。もしそうなれば、俺たちはもう二度と会えないかもな。なるほど。だからそうはさせないために。さっきの芝居を打つ必要があったんだ。娘の中身が他人と入れ替わってるとなりゃ、元に戻すまでは二人を引き離せないだろう。みんながそれを信じるとは思えないがな。 100% 信じさせる必要はないさ。もしかしたら本当かもってくらいでいい。それでも俺らが入れ替わった芝居を続ける限り、誰も二人を引き離すわけにはいかないはずだ。ピナことを思いついたもんだ。全部お前のアイディアか？いや、彼女だよ。
なんかそういう映画だかドラマを見たことあるんだって。なるほどな。あ、ちょっと待った、桐生さん。村だから、和美のお月の、多分俺を迎えに。いや、お前一人を迎えに来たにしちゃ、人数が多すぎるようだ。まあとにかく、俺はまた和美のふりすっから、桐生さんも話し合わせてくれる。村中、私を迎えに来てくれたのね。和夫君はどこ？あんたは関係ない。どこかよそへ行っててくれ。嫌だと言った。それなら二人まとめるタイプに見るだけだ。もう一回ファイト。もしかしてどういうことなの？答えなさい、村中。クソガキが。クソガキが。いつまで猿芝居してやがる。違うわ、これは芝居なんかじゃない。本当に私は、カズオ君と体が…I fuck you! How dare you hit a woman? どうだ、これ以上痛い目見たくなけりゃ、さっさとその気持ち悪い芝居をやめろ。違うの、村中。本当に私はカズミなの。お願い、信じて。あっ、おお、まだ続けるのか。その化けの皮はいつまでもすかな。じゃあ、ビーチュー。あっ、ちょっと、どうだ、さっさと謝っちまえよ。違う。ああ、私は、カズミよ。このガキ。そこまでだ。Enough of you being a brand of woman. ああ、この一件、俺には全く関係のない話なんだが、女に手をあげるやつを見過ごすわけにはいかねえんでな。桐生さん、あんた町のもんじゃねえな。今のうちにさっさと消えてればよかったのによ。部外者が余計なことに首を突っ込むと、どういうことになるか。いい勉強させてやるよ。No, watch this. I am really good at this game. How do you take a jump, man? It's not so good. Eat that! That was a little rough. Kiryu-san! Just Kazuo-kun? What happened? That wound? And then... this is...Right, little petition here. 村中が本当にすみませんでした。カズオ君も本当にごめんなさい。村中がこんなひどいことするなんて。俺は別に大丈夫だから心配するなって。でも桐生さん、あんたなんで俺を助けてくれたんですか。全部芝居だったってこと、あんたは知ってるだろう。なのにどうして。散々痛めつけられても、お前がカズミだって言い張る。You gotta smoke a few cigarettes before you get lung cancer. 本当にこいつはカズミなんじゃないかって思っちまっただけだ。命張った嘘ってのは。本物になることがある。たまにだけどな。キリュウさん、でお前らこれからどうするんだ。
芝居これからも続ける？続ける。もし村中がまた俺に手を出してきたらまた桐生さんを呼ぶぞって言うしな。勝手にしろ。助けに行ってやるかは別の話だがな。でもいつまで続けたらいいんだろう。そうだな、俺は一生続けてもいいけどね。え？和美となら一生嘘をつき続けてもいい。それでいつか二人の本当にしていこう。カツオくん、そういうのは二人きりになってからやれ。すみません。じゃあ俺はもういいな。Good to go. I can leave. You guys don't try and kill each other. Do some weird shenanigans again. 感謝してるよ。本当。Yeah. ありがとな。Come on. 迷惑かけましたな。あんた見てたのか。ええ、一部始終。二人ともそれなりに腹くくってるみたいですな。あんた。全部分かった上で二人を試していたのか。さっき俺が止めに入らなかったらどうするつもりだったんだ。さーてどうでしょうね。まあ、あんたはきっと止めに来るだろうと思いましたよ。Man to man battle。 考えてることが同じやつは見ればわかるもんです。食えねえ人だあんた。これからもあいつらは試され続けます。邪魔するんならいつでもどうぞ。いや、あの二人はきっと大丈夫だ。そばにあんたもついてるしな。そりゃどうも。まったく年を取ると面倒事が増えますな。ああ、まったくだ。So we gotta find the lost child. どうした？お前、迷子か？うん。よし、親に連絡するか。おかげで助かりました。ありがとうございます。いや、もう complicated ね。はい。ミエさん、あんた騙されてんだよ。そんなん違うよ。なんも心配ないよ。ほんまに大丈夫。それが連中の手なんだよ。ミエさん、
私は知ってるんだ。あいつらは無難鳥ヘペトナス教なんだよ。無難鳥ヘペ、何を話してんだ。無難鳥ヘペトナスの人はみんな親切じゃけん、教団に来てみりゃわかる。あんたもフレンドになったらええ。奴らの目的は金なんだ。お伏せしろと言われたんだろ。そうすれば救われるって。お伏せと違うわ、伏せ臨著言う。 The divine figure himself。 そんなのはどうでもいい。とにかくもう You can't keep going back there。 あいつらのとこに入っちゃダメだよ。ひっ、じいさん、じいさん、ラブをよせ。 Use me。 乱暴。いや、その That's my temper for you。 強い気になってしまって。もう構わんで。あんたは信心がないけ、すぐ頭に血が昇るんよ。ミエさん、あんたも少し荒っぽかったが、どうも訳ありみたいだな。あの、あなたは別に怪しいもんじゃない。少し前にこの町へ来たばかりだが、キリュウだ。キリュウさんですか。あの、もしよかったら話を聞いてくれませんか。少し長くなりますが。ああ、聞こう。それにしても随分疲れてるようだな、じいさん。全部無難鳥ヘペトナスのせいです。その無難鳥ってのは何なんだ。昔いろいろ問題を起こしてたインチキ宗教ですよ。最近都会を避けてこの辺に流れてきました。特に身寄りのない老人を狙っては信者にしてるんです。もちろん目当てはその懐ですよ。あんたとやり合ってた婆さんはそのインチキ宗教に捕まっちまったってわけか。彼女はミエさんと言います。私は最近この土地に移ってきたよそ者ですが、その時から親切にしてくれました。ミエさんと話してると年がいもなく青春時代を思い出すような。なのに彼女がえ、あんなインチキに引っかかってしまうなんて。その宗教がインチキだってのは間違いない。間違いないです。それは信者たちの信仰心を競わせながら洗脳するんです。そして伏せといて財産を残らず寄付させる。なるほどな。兄さんは長いこと介護してた旦那さんに先立たれて弱っているところを連中に突き込まれたんです。私がいくら言っても聞きません。他にも近所で何人も信者になっているので安心して信じてしまっているんです。私はせめて彼女だけでも騙される前に救ってあげたいんだ。警察には行ったのか。行ってはみましたが取り合ってくれません。警察が動くのは何か事件らしいことが起きてからでしょう。それでは遅すぎるというのに。あの、会ったばかりのあなたにこんなお願いしていいものか。私と一緒に無難鳥ヘペトナス教に行ってもらえないでしょうか。信者になりたいといえばきっと潜り込めます。私みたいな年寄り一人じゃ何もできません。でもこのままじゃミエさんがいざとなったら強引にでも連れ出さないと。Yeah, let's do it. Old man, you and I, we're gonna be in great. ほっとけ、あんた一人でも教団に乗り込んじまいそうだしな。ありがとう、キリュウさん。それで、教団の場所ってのはどこなんだ。線路の近くにあるようです。そばで若い女の子がビラ配ってますから、行けばすぐわかります。なら、もう行くか。いや、ただ二人一緒より一人ずつの方が連中も勧誘しやすいはずです。別々に行きましょう。そういうもんか。多分寂しそうな人間の方が連中からしてみたらつけ込みやすいかと。私が先に潜り込んでミエさんを探します。キリュウさんも後からお願いします。ああ、わかった。それじゃあ。
Jeez, that's a lot. チケット片道チケットを1枚くれ。はい、片道チケットになります。15分おきに運行してますので乗り場へどうぞ。 Gotcha. You're the tram. That's a scenery. Here you on a tram. Here you on a tram. Here you on a tram.Kiryu on a tram. Kiwami? Oh, good. キリュウさん、こんなとこまで呼び出しちゃってごめんなさい。いや、いいんだ。ナグモくんから聞いたでしょ、ハルカちゃんが私の店で働いてたって。 No, I don't recall any of that. Meanwhile, in the previous chapter, I probably missed all that. 私が初めてハルカちゃんに会ったのは3年前、港だった。彼女とても悲しそうな顔で海を見つめてて、今思えば大げさだけど、もし飛び降りでもしたらと思って声をかけた。どこから来たのって話してすぐ、彼女はどこへも行かないと思った。こんな田舎に家出してきた女の子がたった一人。私もそのままバイバイっていうわけにはいかなくて、宿も決めてないっていうし、思い切ってうちに誘ったの。一晩泊めてみて、何か訳ありだったみたいだけど、やっぱり全然悪い子じゃなかった。それで私、彼女にしばらくうちの店で働かないかって聞いたの。正直、私一人で間に合う小さなお店だけど、どうにもほっとけなくてね。その日から、はるかちゃんはうちで働くことになった。芸能人だったなんて気取りも全然なくて、本当にいい子で。あいつの素性にもすぐ気がついたってわけか。ええ、でも店に来る町の人たちもみんな気づかないふりしてくれてた。そうしているうちに、はるかちゃんも日に日に笑顔が増えていってね。でもあの日だけは違った。泣いてたんだと思う。私を見るとすぐ無理に笑顔作ってたけど、その時もっと詳しく話を聞くべきだった。彼女がこの町から姿を消したのはその翌日だったから。多分はるかはその頃自分の妊娠を知った。それが理由でこの町を離れようと。ええ、私もそう思う。
それでハルトの父親は誰なんだ。ごめんなさい、それは私も知らないの。お店にいた時も誰かと付き合っているような素振り見せなかったから。そうか。でも心当たりはあるの。確証はないけど多分。本当か。一体誰なんだ。それは。おーい。 Hey guys. Oh no. Not Thug Boy. まさかと思いましたが、やっぱり桐生さんでしたか。ソメヤ、お前どうしてここに。それはこっちのセリフだって言いたいところですが、いやね、そこの迎賓館に泊まってるんですよ。初めて来たんですが、坂ばっかりで疲れますね、田舎は。そういう意味じゃねえ。どうして登場界の人間が広島にいるのかって聞いてんだ。怖いな、そんないきなり喧嘩腰になられても困るんですがね。いわゆる杯交渉ですよ。俺と陽明連合会本家若頭小清水さんとのね。何？おっしゃりたいことはわかります。格が合わないってんでしょ。確かに、ただの直系組長でしかない俺と広島のナンバー2とでは釣り合いが取れない。本来なら堂島会長が陽明連合会のクルス会長と直接杯を交わすとこなんですが、あいにく六代目は殺に捕まっちまってる。なら、なんでお前が出てくる。俺はね、四代目、今菅井会長代行から登場会の跡目候補と見られているんですよ。お前が登場会の跡目だと。小清水も陽明連合会の跡目です。そういう意味じゃ俺と小清水が五分で杯交わす理屈にはなる。お気に召さないようですね。なんなら四代目が復帰して代わりに杯交わしますか。俺は別に構いませんよ。どうも俺たち二人には何か縁があるようですし。縁？こんなとこでばったり会うってのもそうですが、あんたが一緒に連れているのは俺の前の女だ。久しぶりだな、清美。Damn it. 戻ってきてたんだな、国に。お前が消えた後、ずいぶん探したりもしたんだが、まあこうして無事が確認できてよかったよ。おっと、そろそろ宿に戻らねえと。それじゃあ四代目、失礼します。What? You gonna steal the girl?